い。はい、それでは3月1日火曜日、長野 TIF ランブフィッシュ2交流紅白戦始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、今日ね8人、今日8人しかいないです。8人しかいないんで、卒業者がカオスさんとイスさんの2人なんで、まあ紅白戦ですね。以前と同じで2ライフ卒業生以外はつけてますが、全教室で3連勝制限つけてるんで、その辺だけよろしくお願いしますと。さあ、それじゃあカオスさんとイスさんちょっと来てもらっていいですか。カオスさん、はーい、はい、カオスチーム1チームです。相変わらずライフはリーダー役1なんですが、3連勝制限全員つけてるんで、はい。でキャラ書いていいです、好きなように。キャラはサイド出るときは変えていいです。はい、まあ、リーダー1回しか出ないんで変わんないですけどね。はい、勝ち抜きなので。じゃんけんしなくていいですか。ワンピースも気にせず、じゃんけんぽい。おい、チンピラ落ち着けて。じゃあ一旦先出しは三戸岡さんを先出し。三戸岡さん 2P で先出し。じゃあ対するはメロンさん。これジュース買いに行ってきていいですか。ああ、え、これジュース買いに行ってきていいですか。はあ、はあ、どういうことですか今。どうぞ。じゃあ行ってみます。いいでしょう、許す。よきに剥がれ。それエレベーター降りていく。エレベーター、 え、どこの。まずは地下1階まで。あ、地下。あ、じゃあ俺ね、あ、じゃないや。あ、まあ、始めようぜ。じゃあ 2P が三戸岡さん、 1P がメロさんでよろしくお願いします。これはさっき書いてあるんですか。いや、キャラはもう自由になってます、任せます。キャラは自由なので、先に言っておくが、キャラミスは認めません。キャラは自由なので、キャラミスもそのまま始めます。出会うとか扱う人は特に気をつけてください。出なくては知りません。フリですよ、フリ。あ、出し方は知りません、僕は。あの、パッと口説明するのは難しいな。右上からなんか下まで行ってとか、横行ってとか。右に合わせて上4回、右2回、下4回、左2回、下。分からん。はい、分からん。口頭で説明されたんですか。あの、なんか走ってるだけなんですけど、試合が始まった。あ、あれですね、火炎瓶ですね、いわゆる。そうですね。ちなみに今回南海さんのチームは一三チームですね。お、じゃあ三戸子さんこっちチームですね。そうだ、ツーピー側が南海さんの両方のチームですね。あの、ワンピー側のチームリーダーはなんか今飲み物買いにどっか行っちゃったんでね、完全に敵前逃亡です。ああ、本当にもう何やってんだか、それは負けますよ。あーと、うん、メノさんコンボ知ってますからね、小技当たったらしっかり繋いでくる。で、こっからさすがにない、拾えないが、体力差がすごいぞ。なんだ、あの技はきつい。三戸岡さん、三戸岡さん、火炎瓶っす。火炎瓶っす。多分狭間ビレは水中ジャンプで火炎瓶投げて、火炎瓶の中に入って火炎瓶ナウみたいな、ね、火炎瓶ナウカモンレディーみたいな、そんな感じですね。ランブル、昔からランブルやってる人間だと、 なぜかあの火炎瓶撒き散らかすことの行為をなんかランクバリアーって言ったんですけど、まあ、なるほど。ランクって意図を知ってるかどうかっていうのは結構ネックですけどね。あの、相手を通り過ぎる技も強かった気がするんだけど、この方が小さい。じゃあ後でちょっと上げとくか。さあ、狭間側はね、なかなか通常コンボ知ってるんで。お、裏回り、お互いゲージ上がってますよ。やばい、3ゲージや。え、これを、これをメノウさんは、これを見てメノウさんは割れちゃう。割れちゃうので反撃はなかった。打っていいっすよ。打っていいっすよ。でもさっき3ゲージの出し方わからんとか言ってましたけど。打ててねー。打てなかった。3ゲージ打つ詐欺ですね。3ゲージ詐欺。あ、もしもし3ゲージ打つけど。俺今から3ゲージ打つけど、起き上がり。バランスよ、バランスよ。ビレンもバラしちゃうよ。
ビレムパナシアのよ。3ゲージ、あれ、あれ、おお、このワンゲージ3ゲージでよかったんちゃうの。火炎瓶からの3ゲージでいいんじゃないの。はい、火炎瓶から火炎瓶からは入らない。難しいな、難しい。お、インパクトからガクラしそうなので攻めたい。時間をとりあえず使いたいですね、自分のターンで。お、おじさんどうした。火炎瓶で守っていた。雨だもんあ、そういえば今日は雨か。やばい、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 やばい。あーかっこいい俺。いや、メノさん、かっこいいのはざます。メノさん、メノさん、勝ち残り。メノさんもちょっと上手かったですけど、かっこいいのはざます。勝ち残りですよ。あ、勝ち残りだ、そうそう、メノさん、そう、戻ってきちゃダメ。紅白戦なんで。イッサン、イッサン、どうするんですか。3連勝制限だよね。まず、はい、はい、はい、中井さん頑張って。おお、このボイドなら勝てる。狭間にボイドをぶつける。いや、帰れないです。だから帰れないです。さあ、南海さんですね。あ、どうぞ。え、俺はないから。甘いです。分かったの。じゃあとりあえず悟り10個以上ね、目標。え、左側なんすか。南海ボイドバーだって。今日は左側なんすか。左側、カオスさんが。ああ、今日は、うん、あ、今までここなかった。ああ、今までここはスペジェネだったんじゃなかったか。カードで3台になったんだ。ああ、でもなんでカードで3台になってるんです。え、なんか3台にしてくれるって言うんだね。じゃあ、じゃあそれでっつって。まあ、ね、先週来たのにね。別にあのカードで確かに増えたけど、タツタプが減ってるだけなんだけど、なんだけど。まあそうですね。左にこっちに寄ったっていうよりは。タツタも増えてるね。え、何これ、喋なくちゃいけない流れ。そう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 、一さん知ってるんでしょ。俺知らないけど、このゲーム。え、俺このゲーム知らないけど。あ、そう、ゲームと喋らなくていい。ゲームと喋らなくていい。そっちの方が。俺今日飯食ってないんで腹減ってるんですけどさ。どこで飯食ってきたらいいですかね。なんかうなぎ屋がなんか安いのがあるみたいな。ああ、あそこでさ、なんかまずいらしいんでね。あ、まずいかっていう話でいいんですか。まあ、あとは隣の隣の台の北斗で隼人さんとデデンさん方が頑張ってるとか。ああ、でうちが出さなくちゃいけないんだ。そっちの実況の方をしてもね。負けた。いや、さすがポイント強いです。じゃあディッサンをお願いします。実際タイフォンでもいいんですよ。キャラクター別に何でもいいんじゃないですか。で、相手の人に、相手のチームって。いや、スライフ制最後までライフも残った方が勝つでしょ。7ライフですね。全員いなくなった。マミさん腹減った。俺も腹減った。俺も腹減った。閉店30分前から閉店しますか。何食ったんですか。 TRF 12時半から閉店しますか。炊き込みご飯、カニクリームコロッケ。カニクリームコロッケ、うまかったよ。うまそうだ。デパ地下の買ってきた、新宿の。ああ、なるほど。新宿のデパ地下で買い物とか。うわー、豪勢だわこの時間にね。てかでもいい、良い子はこの時間はもうついに晩飯食い終わって気がするんですけど。あれ、ゲーム音上がってないっすか。聞こえてない。今ゲーム音どういう状態。ちょっと上げたんだけど。上げたつもりない。あ、ないの。小さいんじゃなくて。あ、上がってない。ほう、マイクは聞こえてんの。マイクだけ。マイクだけ。もはや大会なのかどうかもわからないじゃない。ちゃんと喋らんと。交流戦です。交流戦、交流戦。いや、交流戦ですから。みんなカニクリームコロッケ食いたいか。しっかり放送されてるんでね、喋らないとダメっすよ。
こっちモニター近いからなんかコメント拾えますね。適当にアンケートでも取りますか。使ってほしいキャラはとかつって。あ、そうですね。使ってほしいキャラは？これは私とカオスさんで別々にやるんですか。何なんですか。じゃあカオスさん他に誰か、あの光の他に誰か使えるんですか。いや。いや。いや。セリル使ってほしいってさ。何回さんでセリル？何回セリル？何回セリル？なんか起こった。マイクオンで拾ってるのかどうするのかわからないですけどね。いや聞こえてばいい。ワンちゃん、あのハヤトさんとレデンさんの声を拾うまである。いやそれは別にいつものことなんじゃないですか。ワンちゃんというかむしろ日常風景一応流れてはいる。なるほど。いやレデンシーンですかね。レデンさんはシーンですね。確かにあのハート の, あのやられ声はすごくあの残りやすいですけどね。イエスさん確か奥の方にいましたね。レデンさんはしっかり聞こえる。なるほど、聞こえるんだ。この距離でも聞こえるのか。あれ南海さんが何か買ってんの。南海さん、シェリル使ってほしいらしいです。シェリル、いや勝ってる場合はダメですよ。シェリル使うよ。シェリルリセットかけるよ、リセット。え、まあしかし、まだわけだ。おいおい、え、南海さん3連勝しちゃう。じゃあ、誰当ててもいいわけだ。え、いや、リスさんに勝ったんでしょ。で、2人に勝ってるわけだね。あと1回勝ったら負けるわけだ。そうですね。どうする。誰出してもいいってことだよな。じゃあ俺がスタートボタンだけ押して放置。勝っても負けてもいいんでしょ。いや勝ち抜け日本負けになる。勝たなくちゃいけない、勝たなくちゃいけない流れ。じゃあメノさんを頑張れ。最後の3連勝制限は、はい、はい、最後までですね。3連勝制限がついているということは、ずっとまずね、どこから止めなくちゃいけないってこと。あ、3人、あ、4人以上残すと終了。で、そっちのが皆さんの会話。いつもの音量になったらしいです。音量になったらしいです。なんか森さんの話によるとあれですよね、このゲーム、ね、あのキャラクターのグラフィックというか服は何着かプログラムには入ってるって話ですね。ああ、まあ有名なのはなんかマスクドービルっつってマスクつけてるオービルですね。あれそもそもサバイバルに出てくるね。ラインパクトしたけど、まあ、駒投げなら勝てたかな、勝利。簡単。あれ、あれじゃないですか、今こそこの時代にダウンロードコンテンツで出すべきじゃないですか。いや、だってダウンロードする機能もうないでしょ、アトミス。サービス終わっちゃってるから、ネットの。いや、アトミスじゃなくても、プレステネットワークでいいんじゃないですか、それは。ああ、まあ出ればね、勝てようで。いいじゃないですか。出ればね。出ればね。出たとして、あれだな、移植モードどこになるのかって話ですね。長井さん、サソリ溜まってないっす。長井さん、うまいっす。長井さん、うまいっす。さあ、バナス。おい？投げて。長井さん、それしかやんないよね。さあ、コンボの締めが入らない。安くない。安くあ、ブースタイム、ブースタイム。あ、割れちゃう。あ、これ、死んじゃう。決めてない、あれ。あ、赤井さん負けちゃったか。赤井さん強キャラ使って負けちゃうか。
はい、次どうしますか、アイスさん。グーユさん。グーエさん。なるほど。あれですか、ランブル歴どんな感じですか。ランブル歴はどんな感じですか。なんか結構強そうに見えたけど。始まった頃から。始まったばっかり。おや、大丈夫ですか、マミさん。大丈夫なんですか。はい、メノさんが2回目もう。2回目。なるほど。大丈夫なんですか、マミさん。大丈夫ですか。大丈夫ですか。マミアイチェック入ってます。大丈夫。大丈夫。なるほど。あげません。僕を倒したメノさんにはハンデをあげません。え、キャラクター誰？誰誰？ラッドですね。ラッド。ラッド珍しい。珍しいですね。珍しい。さあラッドリーチ結構ありますね。こいつ使ってる人見たことないです。そういう見た目のことしか。お、コンボできる。コンボできるぞ。さあ多分カヤは相手なんか関係なくめくってればいいんでしょうが。あれこれ割れたった、割れたってのは。ああ、大からのこれ減った。割れた時はやっぱ大指導にしたいですよね。小技からじゃなくてね。山口さんこれ何なんですか。何なんですか。アリス、アリ何とか。おっおっお、割れそうだ、割れそうだ。このラット強くね。いや同じチームでよかった、同じチームでよかった。違うチームなんだけど。さあ目のさんよくわかんないそうですが、これどうするんだろう。え、いや目のさん目入れれば勝てる。今の投げすげえよくね。サミング、サミング今の崩しすげえいいんだけど。頑張ってください、頑張ってください。僕もよくわからない。いや受け身狩りですよね、これね。あのね、受け身を下手に取ると受け身狩りされる。受け身狩りとかいうシステム。ピヨった、しょうがない。自分の強いとこだけやって、うん、めくりだけやってりゃ多分良かったです。まあ勝てるかどうか半分ですけど。なになになにこれ、どういう流れ。もみさん、もみさん、目の覚まし赤ペン、もみさん持ってる。ここでちょっとちょっとこれこれね、お母さん止めに行きますか。止めに行くしかないですよね、これね、流れ的にね。だって強い、一方的に蹂躙されて終わりの匂いがしてきた。頑張ってください。行ってきます、母さん。母さんの出番だ。まあ言ってもね、あのダブルドラゴン5連覇とかしてる男なんで、ね、母さんもう全然関係ないんですけど。こう、あ、そういえばダブルドラゴンね、そんな5連覇とか6連覇とかしてましたね。そうそう、知ってましたよ。なんかそういう名前の人プレイヤーも いません。あれ、え、最近見ないです。最近見ないですね。そんな人そんな人見ましたっけ。ええ。どういう今扱いなのか僕は全然知らないので、そのネタの扱い方に僕は、普通になんか普通に就職するらしいですよ。あ、なるほど。それで、で、こっちにいないらしいですね。ダブルデオルさん、それで来たんですね。おーっと、なんかめっちゃコンボ入れてる。今は急に来なくなったから、まあ、てか来なくなったタイミングでね、就職するならどの方って言ったんだね。本格的に、おっと、画面端追い込んだが、体力差でかいぞ。おっと、おっと、これは展開変わった。さあ、めくり触って、投げをちらつかせつつ、暴れつくし、ここから。なぜカウンター。ちなみに、ラットのあのタックルカウンター食らうと実は危ないですね。はい、で、やばいコンボあります。あ、マジですか。はい。おお。あれ、カウンターは真上に浮かんでる感じのあの吹っ飛びですか。そう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 。そっから。なるほど。まあ、あの、前のあのコンボみたいな感じ。あー、タックル、タックル、タックル。いや、まあ、タックルではないんだけど、まあ、そういう感じのコンボ。おお。あれをアウンド使ってるの。じゃあ、ぜひね、あれですね、グーエーさんは後で、モミさんにそれを聞いたらいいんじゃないですかね、どうやるんですかみたいな。さあ、井出さんが、井出さん、なんか変なおじさんが俺のケツになんか刺してくるんですけど、今、井出さんがもみさんの尻に刺してる状態ですね、これ。さあさあ、なんか別に刺さってるんですよ、俺の。全く嘘をつかないですけど、今そういう状態でしたね。タックルからの
さあゲームおじさん帰ると、ダッチが触って、おーっとできる、めくって上りジャック、あ、上りジャックキックから中段でも狙ってるのかな、スパコン、そうじゃなくて普通に上りジャックキック使ってる感じかな。さあそこで、さあ下段でしたと。さあダブルインパクト失敗でゲージ2回消費、これはでかい、ダブル失敗インパクト、青いゲージがなくなってますよ。さあいやだからできるから来ると思って失敗すると2ゲージ使います、使っただけで終わったみたいなだからこのゲームしゃがみでインパクト入力するときに上段が来てたら失敗インパクトになってゲージ使うんで、やるんだったら立ってやった方がいいですね。あ、なるほど。そうすれば最悪下段を食らうっていう、ただ食らうだけ、まあ、ただ食らうだけって割り切っていいのかそれは、まあまあ確かによると思うんですけど、カウンターですよね確かそこは、ダッチ押しちゃってると。あの体力がゴールだよ。さあジョルト目の前で強気にいった、これはジョルトコンは、あ、そいつこんな、そいつこいつそんなにジョルト強くないんだよ。なるほど。まあ言うてもまあ光よりは火力はある。さあしかし全然 あの例のダークラー系の連携を使わないということは、多分全然ボタンは溜めてない感じですね、計算は。あとは結構プレイスタイルが分かれるんで。なるほど、はい、ガークラ連携とかね、うん、ちょっと物騒なセリフが、ボタン長押しで出る技があるんで、それを溜めるか溜めないかっていうのと、あ、特殊システムの鉄腕ガードを使うか使わないかっていうのが結構あるんですけど、はぁ、まあ、兄さんは普通にラットを、おぉ当てに、完全に待ってたの今の。さあちょっと危なげなくですが、リーダーがなんとか一勝、リーダー1回も勝てずに終わるとかなり面白いからね。ああ確かに、いやー1回も、いや1回で終わっちゃうとか面白いんだけどなあ、じゃあダイスどうしますか、じゃあ自分いきます。お、一さんが、お、いきなり止めに来たよ、一さんが来る。大丈夫ですか、光ですけど、ミトとか多分出てきますけど大丈夫ですか。ミトを出さなければいいんだけどなすごいこと言ってんな、すごいこと言ってんな。一さん勝ちに行ってもいいんですよ、シェリルで勝ちに行ってもいいですけど。あ、メノさん、あのメノさん、アルマさんのチームですよ、大丈夫です大丈夫ですか、メノさんこっちの味方じゃないんですけど、メノさんアルマさんのチームですけど大丈夫ですか完全に今なんかアズマさんにはミト当てちゃいないよみたいな、そういうセリフをさあこれどうなるんだろう。あ、突っ込んでいく、投げる、設置設置、まだ解放しない、解放できない、投げ、いやこの、おっていうかあれですね、東さんだ若干破けてますね。あ、別にどうでもいいか、そこは今言うところじゃなかったからの、またさあダッシュ関節使っている、あれが特徴的ですね。なんか、なんでまたシェリーで使ってるんですか。確かに、なんですかね、好み、ミトから、ミトの後に使うキャラではないと思うんです。さあ、イッサン、リーダー、あのシェリーはね、あんまサブで使えないタイプのキャラで、ほほ、ずっとメインで使ってないと多分かなりきついと思いますよ。あの操作マインドじゃなくて、もう立ち回りのこういかに触られないかのとっさの動きがシェリルなりしないと、とっさの行動がやっぱりこう考えてからじゃ遅いところが多いんで、シェリルに慣れとかないと。はあ、さあと言って飛び道具があると、おっとリーダーが一さん、さあ一さんが、本日の一さんは売り完売、椅子完売しました。一さんちょっと、はい、計算違いですこれどうするんですか。あ、一さんがリーダー死亡でね、どうしますか一さん。あとは、はい、単純にたなんかコマンドか一さん。あとは、はい、単純にたなんかコマンダーモードみたいになってますか。いやもうそれはもちろん何回でも倒してくれることをさあ何回さんの2回目を使う。これ別に負けても3回目なんですけど
まあ、ちなみに日産のチームはあと VS さん、水戸岡さん、南海さんが1回ずつ残ってるのみ。南海さん負けてもいいっちゃいいかもしれないけど、負けても結局こっち2人でまあまあ勝たないとね。結構立ち回りでね、なんだっけ、サソリタのやつ打ってもいいんですけど、あ、左上でも一応アップ持ってるからダメか。一応あれもフェイクあるんで、Dボタン押すと止まるんで。さあ、ラッチ、おっと、綺麗に寄っていく。さあ、コパンよりも速いしゃがみ強パンチ。反転を基礎強い。さあ、ボイド、マジで逆を引かないからな。しゃがみ C しか擦る気がないみたいな。正解正解。他にやることは、いや、このキャラ本当にしゃがみ C 擦ってるか、こまない擦ってるかが強いんでね。触られた、擦れみたいな。どっちが擦ってる。さあ、全然サソリが溜まってないのでロマンがないよ。めくられる。おっと、投げる、投げられた。投げる、投げるっていつ。え、中田、2桁はつけないと。2桁は。さあ、コンボミスから向こうのコンボチャンス。置き攻めはポイントやりづらいので。あれ、ポイントさん星も、あ、なんか話す。さあ、サソリ1個も溜めれずに、まさかまさかこのラウンド終わってしまう。さあ、せめてせめてなんか欲しい。何も残せない。やった、なんか光が見始めた。ただそれゲージたまんないです。さあ、ここで1個溜めて、さあ、2ラウンド目の段階、成果サソリ1個上出来。え、上出来今なんつった。さあ、大パン、立ち合いパンで暴れて、さあ、こっちもコンボミスる。光の巡りジャンプ C ってさ、ボイでしゃがみ C 落とせた気がする。確か、確か落ちますよ。さあ、満タン。逆になんか、人に来たからだと、なんだろう、終わったからだと落としてみたいですね。さあ、ああ、確かに、クリティカルアーツが溜まってるけど。さあ、投げて、さあ、ちょっと、そろそろ死亡圏内入ってきてるお互い、クリティが入ったら。さあ、ちょっと怖いよ、これは。当たったら死ぬのがある。やったよ、アドバンス使ってくれた。即死はないが、さあ、ボイドも、クリティカル使うのか？だからない。投げが通らず。さあ、これワンチャンある。クリティカル入れば終わるよ。明らかに光が逃げて。投げミスからの、なんか当てにかねえもん、失敗したの。さあ、あとは逃げるだけ。実は光さん、光が本気で歓迎するとボイドさんは追えません。体力回復入った。はい、南海さんと東さん両方終了で。はい、いや、パスはさすがの3連勝です。さあ、カオスブリザードが発動して最後はいい感じ、南海さんがザバーねえな。じゃあ、もうで友樹さんは、じゃあ先にカオスさんが勝ったんで出す方を選んで、友樹さんお願いします。お願いします。友樹さんのランブル歴はどんな感じですか？3週間ぐらい。なるほど。水戸さん、お願いします。さっきボコられました。さっきボコられた。あ、結構できる。水戸さんがそれを見て不安な顔。えっていう。火炎瓶振ってコパン振っとけば勝てるかもしれない。若さ、何か若い方が勝つ的な。これいいなの。あー、吸収力が高いと。確かにね、それはあるかもしれない。俺なんかもう吸収するもんないんだね、もうね。もうないんでね。もうね、10年以上も格ゲーやってるとね。ダセです、ダセ。完全に。10年どころは20年ぐらいやってるんだよね。こんなもんしてるな、私は。当時はまだ対戦台もなかったですけどね。ああ、なるほど。対戦台がなかったところなんですね。
隣に座るとヤンキーの兄ちゃんがあれ乱入してきて怖いですよね。そうですね。あほらわかる。本当に。なんかアランわかってらっしゃる感じ。アランがわかってらっしゃる感じですね。これやったら勝てんねん。ですよね。ですよね。リオリのあれを本当に使ってますよね。ねえ。途中で止めたら好きなんやみたいな。え、サンフレある、え、何サンフレある、え、イオリの方、え、イオリじゃなくてこいつ、アランの方。3週間でサンフレとか分かってらっしゃる。どうします、モンさん。まあ、アランはタツキがすげえ頑張って拾い返ったんで、アランの攻略情報は結構で回ってますね。逆にミトとかは情報全然ないんじゃないの。ミトツキが全然情報を世間に置いてないというか、誰もまとめてないんで。クルーのかなりマニアックなプレイヤーで当時ね、ちゃんとやってた人間がちゃんとブログとかネット上になんか残してたのは結構情報が残ってた。ラッドとかも結構残ってるじゃないですか。ラッドとかもちょこちょこ残ってたような気がするんですよ。攻略情報っていうかコンボとか。友野さんは結構おっと試合が終わってしまった。三戸さんお疲れ様でした。さあ三戸さんが、ありがとうございました。解説中に終わってしまって、こうなんか申し訳ない気分になる俺なんですけど。あ、そうですね。せめてコメントぐらいいただきました、三戸さん。今週なんか2戦ともサクッとしゃられちゃってすみません、ほんと。あ、三戸さんはですね、そのうち中野に住む可能性が高いらしいんで。可能性、あくまで可能性ですけど。うまくなりたいしな、ほんと。住んだらでも人生半分ぐらいしてますよね。いや、もうだって人生の7割ぐらいしてちゃったんだよ。あ、じゃあ残り3割のね、1.5 割ぐらいしてても問題ないから。なるほどなるほど、そういう考え方もね。さあでも残りもう、これもう残り交代ですよ。これグイス3立てしないと勝てない。3立てやりますよ。お願いします。これちょっと楽しみなんですけどね。ずっとやってた人間のラッドが大丈夫です。あの三戸さん、あの3人抜きか。うちのチーム椅子ってのが一番あの役立たなかったんで。いやー、そもそもラッド見たことないんだよ、マジで。まあ実際の話、井上さんのラッドにはかなり辛いですね。ネットでやってそうなんすか。あれ途中で止めるのっていやらしいですよね、非常に。かなり派生が派生はなんすか、中段と下段があるんですか、あれは。初段ガードさせた後のどっちですか。あら、ああ初段の後に連続技用と中段用と下段用があります。ラストのヒートゲージはね、鉄腕ガードっていう特殊なガードがあって、先出ししないといけないアドバンスがあるみたいなのかな。お、成功するとたまります。やばいっす。いけるな。あれ、グイエ、グイエさん3週間ですよね。3週間ですよね。あいつ3週間なんですよ。やべえ。頑張って。マジっす、マジっす。まーちゃん、あーやべえ。いや、今のガードインパクト超上。俺ガードインパクトつけて。おーい、中段からの腹のどう。グエさんの心は折れたのか、折れてないのか。ゲージが1本1本で溜まって、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャン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 なかった。ワンチャンなかった。ありがとうございました。あれ終わってみたら、トモキさん2回残ってるんだけど。これ大丈夫なんですか。大丈夫ですか。出てないような気がする。トモキさん、これ完全に不完全燃焼ですよね。誰か指名してくださいよ。イッサン、じゃあイスミト、イスミト、イスミト、イスミト。いやいや、それなんで何回ボイドが出てくるんだ。イスミト、じゃあイスミトとして、イスミトなんか俺が3週間の3週間のアランでボロッとやる。大会が終わりましたが、エキシビジョンで2回残っているトモキさんが不完全燃焼なんで、イスミトを指定で。まあこのリーダーね、なんかシュリーとかよくわかんないの使って勝手に死んじゃったんでね。これはちょっと名誉ね。ねえ、いやー、まあミトでも勝ちましたけどね。さあ、なんすか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 。あ、一層あれですよね、こうヒールになりきれない感じですね。こう中途半端に空気読んでますからね。ダメですね、これ。いやー、悪とか言われてもやり通すぐらいのね、心意気が必要です、この店は。はい。
あんただけじゃねえかって。あんただけだろ。いや、大会にしょがりとか関係ないでしょ。なんか言い始めたぞこの店長。大会なんか言い始めたこの店長。どうするこの店長。今まで散々あの悪のなんたらって言われてましたよね。まあまあまあ対戦するとき俺の方がプラスなんですよね。ただほら、あの画面見ると負けてるんですよ。負けてますね。負けてるあれあれなんだあの人。おかしいな、画面目が僕左右判定してんのかな。 3DS まだ見てないそういうあれじゃない、そういうせいじゃない。やばい、あれラウンド実際に取られた。あれあれ卒業、むしろ卒業の流れ。あれあれ、すごい。あーっと惜しい。あれ、つかすのか。やだな、あのミト。あ、これはうまい。いやさすが一さん汚い。父さん、わからん殺しだね。父さん、よくない、そういうの。あ、今さ、見てから、ガードインパクト見てから疲れましたね。うまいっす、うまいっす、駆け引きをしてる。南海さんからうまいっすいただきました。駆け引きしてる南海さんからうまいっすいただきました。これマジうまいっす。おならうまいっす。でも逆に今ちょっと反応が安いた感じですね。 あれ必殺技インパクトなんで向こうの行動も遅いんですよ。あーなるほど、必殺技ガードした後なんで、なんであそこはむしろもうちょい、ま、もうちょい待たないといけない。待たないといけない、なるほど。いやさすが店長全あれ、ね、知識だけ全一の店長でしたね。ね、本当に知識全一、名前載ってますから ね、 雑誌 ね、 雑誌ね、このゲームの記事で ねえ、この名前はっていうね。あの記事見て全然面白くなかったですよね。いやそれはだってそれはだってガーネット使ってないからでしょ。全く興味ないです。光の記事書いてないんだから全くあの興味ないですね、あの記事ね。いやー川さんの、あそしてなんかいい試合してる本当にいい試合してる。マジ3週間ですか。3週間でできるゲーム、できるできる。やっおっと、さあ大手っぽいな。ゲージがゲージが、おーおーおーそっちか、こっから、あー3ゲージいけば、あじゃあ6ゲージで死んでた。おー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 あれちょ、店長出番じゃないですか。あれあれ負けるいやーマジ強かったっす。あれ普通でしたね。あれ店長が体で測るしか実力、何使ったらいいですかね。やってない。こいつを倒せたら初心者卒業みたいな。面白いことになってきましたね。ここで愉快な展開になってきました。愉快な展開になってきた。オービル、オービル。これやってなかったら強い。なるほど。3週間じゃオービルなんか知らねえだろう。そして見てください、あの色ですよ。ピンク。龍にこと書いてピンク。やばいよ。あれあれ。まあ近づいてからの一気にね。あのパッキンにピンクと赤っていう。さあうまいですが、うまいですが。めくり残って。うん？力の投げで返して。おなんか強いんじゃね。ツーピーがレバー固まってんじゃねえか。そんなことない。そんなんじゃない。メンテ悪いんじゃねえかおい。これどうな。うわ減った。投げが減って。あーまあ技知らないと食らう。よく見てますよね、全体的に画面を。ヒゲダン刺す、地上には当たらないっていう上半身無敵のタッチ。投げるワーク、まあまあまあ1フレですからね。これはおい、しっかり反撃してゲージ溜めていく。ここで一気にディフェンシブアーツを使って、あ、から、割とモーション似てますね、普通の技と中段が、あれあれ、あーさすが、ただこのこれアランがゲージ見てみると。
あーかなりですね、3ゲージ、これ次のコンボでこれたまるゲージですよね、当たっただけで、うん、あガーフのタイミングってやつですか今の、らしいですね。さあ3週間アーマー来た、アーマー来たけど、うわー、アランは逃げる逃げる、余裕でした。アランの機動力を持ってすれば、あれ逃げに使っただけだった。あれ今店長はとんでもない声出した、怖い怖い怖いって声出した。おこれさあ分かんなくなったよ、こらあ、しんど、あー店長がマイク持って言葉は返す、何さんともきさん、ともきさんうまいっすいやー何回さんのセリフあるね、あんたうまいともきさん多分 TI の動画全部見てる人には分かると思うんですけど、まあ、スト4のプレイヤーですね、もともとバルログだったしかね、はい、バルログ使え、バルログ、はい、だからえどういうこと、苦しい、はい、なんすかこの卒業させるみたいな雰囲気はなんすか、どうなんすか、俺的にちょっと 待ちたいんですけど、いやいや、アズマさんはもうどうでもいいんですけど、アズマさんは仕方ないです、俺を怒らしたんで、嘘嘘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 、トモキさんでもどうなんだろう、でもまあそうかもしれないけど、まあちょっと早いんだよね、始めたばっかから、いや別にもともとランブル勢とかそういうわけでもないんで、はい、まあ様子見かな、あキャラもね実はそんな強いキャラでもないんでとか言っちゃう、はい、とか言っちゃう、強いキャラじゃないとか、強いキャラじゃないキャラに負けちゃう、なるほど、なんすか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 、やればいいじゃない、じゃあ時間10分も余ってるからやればいいじゃない、聞こえんなやればいいじゃない、俺さ余裕で負ける自信があるいやね、アラン結構きついんだわ、技当たんねえからどうすかなって感じなんだよ、そうそう、技当たんねえ相手に対して、やってからちょっとやってから、ええー、当たるとラッシュかけられて終わる、いやもうチューピラーさ戦うか土下座するしかないでしょもうじゃあ土下座の方向で上がりましたよ、またやるしかないんだろ、はい、やるしかない流れだろ、じゃあ東さんの戦いを背景に大会を締めていくかな、はい、さあ、東さんの試合が終わったら大会終了って感じでしようかな。はい、本日はね、大会の内容は、カオスチームに、カオスメノーディス・トモキ、1チームに、イスグイエ・ミトーカ南海の 4-4 で紅白戦をやりました。リューガー以外は、ツーライフ制でね、卒業者じゃなかったので、ツーライフ制でやりましたが、結果は結構偏った感じですね。ディスさんが1人、トモキさんが2人残った感じ。で現在は、ともきさんが一回も死んでないので、まあ、エキシビションということでね、大会終わりましたが、まず一人目に死んだのが、いすみと、で、店長オービルがぶち殺され、今ね、こう、あずまさんがね、見せてやると、卒業者をね、プレイをしてくださってますが、多分負けるでしょうという話になってて、まあ、それはそれどうなのかっていう話なんですけど、はい。という感じで大会の方は終わっていこうと思いますが、さあ試合の方最後どうなりますでしょうか、体力的には東さんが押してて、アランの攻撃って結構下段が痛くないから、当てに持ってるキャラとしては結構強気に当てに振るんじゃないかな、ちゃんと反撃知ってた、さあアラン側でちゃんとブローかけないといけないんですね、まあ、多分今は多分殺せると思ってブローしなかったと思うんですけど、体力的にじゃあこのゲームの大半の勝利権は、食らってもブローで、あ、じゃあ、クイックリカバリーで、ニュータークイックリカバリーで攪拌が取れるので、実は勝利権系は使えませんが、例外となってる勝利権を持ってるのが、ベア、狭間が完全例外です。はい。
狭間はなぜか1段目が食い切りガバリできなくて2段目ブロー対応で当たるとコンボに出るんでね、ただブローするわっていう。レア様はそもそもスパキャンにかかるんでね、クイックリカバリー見てからスパコンって美味しい、補正切り美味しいですって言うとぶっ刺さるんで。さてパラした、おっとさあ東さん勝ってしまいましたが、やはり早く動画切らないと。皆さんお疲れ様でした、どやー7分余ってるよ。はい、まあ、こんな感じで交流戦毎週やってますんで、どうぞよろしくお願いします。今日はさすがに雨のせいかかなり少ないですね、全体的に。まあちょっとチームリーダーの顔を立てないとなっていう、そういうね、まあ立ち台系で全部落ちちゃうんで、ね、光はなんすか、まだ生放送残ってる的な感じで、なんすかなんすか、いやいやいや、じゃあ、お、帰るな、待て待て、何回待て待て